3年選択日本史ポイント使いナンバー2です。明治維新と富国強兵、ノートは142ページから145です。丸五、殖産工業。政府による近代産業の育成です。明治政府は富国強兵を目指す政策を打ち出していきます。まず1870年に工部省という役所を設置して、鉄道の敷設、具体的には新橋と横浜の間に日本初の鉄道が敷設されることになり、その後全国に鉄道が、次々と敷設されることになるんですね。そしてもともと江戸幕府が持っていた鉱山、例えば佐渡金山とかですね、生野銀山といったような、鉱山、そして、長崎造船所といったような、もともと江戸幕府が持っていた造船所を明治政府の管轄にしていきます。まだまだ当時日本はですね、知識も技術も、ほとんどない時代でした。そういうことから、海外から有能なエンジニアや知識人を招いて、あらゆる分野で、指導してもらうことになりました。まあ、その中でですね、一応手を挙げますが、一人ですね、この人物。はい。わかるかな？はい。大森貝漬を発見したモースですね。動物学者でもあり、まあ、考古学もしていたんですがね。まあ、こうやって、この大森貝漬を発見してくれたことによって、この縄文時代というね、時代設定をすることにもなり、その他にもですね、医学、法律、さまざまな分野で、外国人による指導によって、日本は近代化していく、ことになっていきます。1871年に郵便制度が発足します。前島密かの建議により、発足しまして、最初の切手も発行されました。そして全国各地に郵便ポストを設置することになります。この人物が前島密かという人物で、今現在でも1円切手の肖像になっています。近代郵便制度の創設者でもあるということなんですね。その実績を、まあ、どう言いますかね、たたえて今でも1円切手の肖像になっているということなんですね。そして翌年、富岡製糸場、はい。この図は小中学校の教科書にも、まあ、おそらく出てきていると思うんですが、官営模範工場、要はモデルとなる工場として作られました。この、製糸場というのはもちろん、生糸を作るのも目的なんですが、日本人のその技術者、そして経営者を養成するためにも作られました。実際この、糸引き作業をしているのはほとんどが、士族の娘ですね。元武士の娘が、この工場で働きました。そしてここで、身につけた人たちが新たにですね、工場を作って製糸場を経営していき、そしてこの技術をですね、次の世代に伝えていくことになるんですね。そして今これが現在の富岡製糸場、今現在はもう製糸工場としてはもう動いてはいないんですけれども、博物館のような形で今でも建物が残っています。そういうことから2014年ですね、世界遺産にも登録されました。北海道の開拓。北海道は、当時、
会津の先住民である会津の人たちしかほとんど住んでいません。もうほとんどが、未開の地であって、まあ、実質今の函館市ぐらいですね、都市だったのは。今の、札幌とかは、まだまだ原生林が生えている、もうただの、ね、普通の更地だったんですけども、1869年、蝦夷地をここで初めて北海道という名前に、しました。そして今の、札幌市に、開拓市を設置して、まあ、本部は東京なんですが、この北海道を開拓するにあたっての、まあ事務所の、本部を、設けたと思ってください。そして1876年、この有名なクラーク博士を招いて、将来北海道を開拓、もちろん、近代的な日本を、建設するための、若手を育てるためにこの札幌農学校、今現在の北海道大学を開校します。はい、これがクラーク博士ですね。はい、これが羊ヶ丘展望台、今では観光名所になって行った人もいるかもしれませんが、はい、そしてこれが、はい、有名な札幌市時計台、これは札幌農学校の一部ですが、今 現在、観光名所としてたくさんの人が、訪れていますね。はい、でこのクラーク博士なんですけども、日本に滞在したのはわずか8ヶ月だったんですけども、多くの若者に与えてですね、この、はい、少年よ大将だけ、まあ、英語では、ボーイズ・ビー・アンビシャスというね、言葉を、教え子たちに、言ってですね、日本を、後にしました。はい、そして、1874年ですけども、はい、特に北海道はロシアと隣接しています。で、将来ロシアが、北海道に、進出してくる可能性も当然ありましたので、はい、このようにですね、屯田兵、はい、兵士は農作業、いわゆる北海道をですね、開拓していく、仕事を、するんですが、仮にですね、戦争になった場合は軍隊となって、スコップから、鉄砲に持ち替えていつでも出動できるようにしていました。まあ、実際、戦いをすることはなかったんですけども、この屯田兵の人たちのおかげで今現在の北海道が出来上がったということになるんですね。3番、貨幣制度の整備です。1871年に新貨条例を定め、十進法を採用しました。そして円、千、輪という、お金の単位を、新しく設けたんですね。はい、江戸時代は、金や銀、で実際にお金が作られていたんですけども、江戸時代のお金の数え方というのはこのように、はい、四進法という、ね、やり方だったんですね。今四進法と言われても、おそらくこう日常生活の中で四進法で数えられるものは今ないんじゃないですかね。もちろん十進法が、基本ですけども、あとまあ時計の六十進法とか、あとね、スマホとかいろいろね、ギガとか言ってますけども、二進法ね、パソコンとかコンピューターで使われる単位は二進法ですが、まあ、基本的に四進法を使うなんてことはないですね。まあ、そうしたことから、当時の人たちも四進法では非常に数えにくいということから、はい、シンプルな十進法にしたということなんですね。そして、はい、お金の中でも、紙幣ですね。お札はどういうことやったかというと、はい、まずお札というものは2種類あるんですね。はい、まず、打艦紙幣。はい、打艦紙幣というのは、成果と交換義務のある紙幣。簡単に言ってしまうと、いつでも金や銀と交換しますよということを政府が、保証してくれるお金なんですね。お札なんですね。だから基本的には信用されてるんです。一方で不換紙幣というのは金や銀と交換義務がありません。
もちろんお金なんですけれども、金や銀と交換してもらえないというね、基本的には、信用されてない、お札やと思ってください。はい、しかし当時日本には、はい、打艦紙幣というものはなくて俯瞰紙幣しかなかったんですね。で、当時この渋沢栄一という人物が国立銀行条例というものを制定して、いわゆるですね、いつでも金や銀と交換できる打艦紙幣を発行しようとするんですね。この打艦制度というんですが、人々に信用してもらえるお金を発行しようとするんですけども、はい、実質ですね、当時日本には金や銀が十分になく、政府もですね、非常にお金に困っていました。そういうことから結局、この打艦制度というものは確立することができずに、まだまだ先になるということだったんですね。要は政府の財政力はまだまだなかったということから、打艦制度は確立することができませんでした。4番、政商。はい、政商というのはですね、政府から特権を与えられた民間の実業家、要はビジネスマンなんですけども、金融、まあ、代表的には銀行とか、そして貿易、そして海運などの分野で独占的な利益を上げていた、人たちだと思ってください。まあ、言ってしまうと、こうね、政府と、まあ、こうね、癒着があるということから、まあ、癒着のある、商売人ということで、この政商というふうに呼ばれたんですね。代表例では三井、三菱、今でも、大きな、ね、会社ですね、大きな銀行を持っています、大きな、企業ですけども、この明治時代からすでに、ね、この大企業として君臨したんですね。で、特にその中でも三菱はですね、もともとは海運業ですね、いわゆる船で、物を運んで、仕事をするというところからスタートしました。まあ、大体三菱と聞いたらね、三菱重工、三菱電機とかね、三菱自動車とか、銀行もね、持っていますけども、そういうイメージがあるんですが、もともと三菱は、政府からですね、兵員、兵隊さんですね、や武器を船で運送する仕事をもう独占的に受けていました。それでですね、莫大な利益を上げていたんですね。で、そこからですね、さらに銀行工場などを創設していきですね、その中で、後に太平洋戦争とかで活躍するこの、ね、戦艦大和とか、はい、ゼロ戦は実はですね、これ三菱が製造して、こういった日本の軍需産業を支えた、そういう企業になっていくんですね。丸六、文明開化。はい、文明開化ですが、西洋文明の接種による近代化の推進。文明開化の風潮が広まっていきます。まあ、当時、今ではですね、もう洋服、洋食というのが当たり前なんですけれども、当時の日本人はこうヨーロッパの人たちの姿を見てですね、まあ、憧れたかどうかは分かりませんけれども、まあ、一部の人がこの西洋風の、こういう生活を、ね、一部する人が出てきました。思想ですね。特に思想は、特にヨーロッパのですね、いろんな本を読む人も当然出てきました。日本だけのですね、ではなくて、世界中のいろんなそういう考え方を、学んでですね、自分なりに新しい本をですね、書いたりする人も出てきたんですね。はい、まあ、その中でも、このね、特に有名なのが、この福沢諭吉、一万円札の肖像になっている人ですが、学問の勧めなどですね、いろんな書物を出していって、西洋の思想を、広めていこうとしていきます。まあ、もともと福沢諭吉というのは、幕府の役人だったんですけども、まあ、後で出てきますが、慶応義塾大学の創設者でもあります。はい、では教育。はい、教育といってもですね、今でこそ、
小学校、中学校、高校、大学とか、教育がきっちりと充実してるんですが、当時ですね、まだまだ教育というものはなされずに、教育を受けていたっていうのはもう本当に武士の、子供、あと、そうですね、貴族と、の子供ぐらいでですね、人口の大半を占める農民はもうほとんど教育というものを受けていません。近くにあるお寺のお坊さんがですね、ボランティアで読み書きを教えてくれる、その寺子屋ぐらいで、今みたいにですね、教科書を渡されて、体能先生がですね、指導するなんていうようなことは全くなかった時代だったんです。当然、近代日本を、進めていくためには、やっぱり教育なくしてはならないということから、まず政府はですね、1871年に、文部科学省の前身である文部省を新設します。そして翌年、学制というね、法律を公布して、小学校教育、いわゆるですね、小さい時から学校に通わせて、基礎から学ばせようということをしていくんですね。そして、当然、専門知識ですね、より高度な知識とか技術を学ばせなきゃならない、いわゆる将来のエリートを養成するために、一つ目、東京大学、東大ですね。もともと東大は、江戸幕府が持っていたいろんな学問所を統合して、できたんですね。これが東京大学の、これは安田講堂かな、駒場キャンパスかな。最高学ですけども、1877年に設立されました。そして、師範学校、これは、先生を養成する学校。でさらには、私立大学に、相当する、先ほど出てきました、福沢諭吉の慶応義塾大学とか、現在の同志社大学もこの時期に創立されました。これが、当時の小学校、で行われていた、図なんですけども、左側の子ちょっとね、漫画ちょっと読んでほしいんですけども、今でこそですね、学校行きなさいいう形で、それこそですね、もう私もそうですけど、君たちも学校行きなさいっていうね、そういう時代なんですけども、当時は実はですね、全く逆とは言わないんですけども、実はこの親は学校に行かそうとはしませんでした。なぜかというとですね、当時は実は小学校は、公立であっても授業料がかかりました。で、たとえ小学生といえども農家にとってはやっぱり貴重な働き手ですね。やっぱりこの働き手がなくなってしまうということから、実は通わせない親も結構多かったんですね。だから、今みたいにですね、こう義務教育は、作ったんですけども、就学率というのは今ほどではなかったということなんです。3番宗教。1868年に神仏分離令が出されました。そしてこの廃仏毀釈の嵐ということで、お寺にある仏様をですね、なんと、持ち出してきてですね、なんと鈍器とかで徹底的に破壊するなんてことが実は行われたんですね。これなぜかというと、今でもそうなのかもしれませんが、神も仏もね、ぐちゃぐちゃになっていたんですね。しかし、明治になってからは天皇の国になったということで、仏様と天皇をはっきりと分けてしまおうと。で、仏様っていうのは日本じゃないから、天皇、神様には邪魔だということからですね、この仏教を徹底して弾圧するなんてことが、明治の最初の頃行われたんです。しかしすぐ収まったんですけどね。で、次2年後、大京宣府の尊徳、要は徹底してこの天皇を崇拝させるために政府がこのようなですね、お触れを出したということです。そして1873年、キリスト教禁止の考察を撤廃ということで、これどういうことかというと、実は御坊の啓示ではキリスト教はダメだというふうになってたんですけども、実はこれね、キリスト教を黙認してしまう形になったんですね。これなぜかというと、実は親とい外国人が日本に来ていたんですが、そのほとんどは西洋人でキリスト教徒でしたから、
キリスト教を弾圧するということは、このお雇い外国人の人たちを弾圧することにもなったんですね。さすがに政府としては、せっかく日本のためにですね、教えてもらうために来てもらったお雇い外国人の人たちにですね、こうね、弾圧するのは当然できませんから、キリスト教はね、もう禁止することもできなくなったんですね。まあ、しかしだからといって、堂々とこう認めるってこともできなかったことから、まあ、見て見ぬふりをする、ね、いわゆる黙認する形をとったんです。では次、4番、新聞雑誌。この頃から、日刊新聞や雑誌が創刊されました。まあ新聞でもですね、毎日新聞とか読売新聞、朝日新聞といったような新聞も、もうこの頃から発刊されて、普及していく形になったんです。で、さらに、まあ、雑誌とかが普及するようになったことから、勉強会とかね、文学者グループが組織されました。まあ、その中でも代表的なのが、明録社ですね。で、この明録社っていう、組織を、組織されていく中で、この主要なメンバーとしてですね、森有則、この人物は初代文部大臣になりました。実はこの人物は、今の日本の英語教育の先駆者なんですね。まあ、教科、英語という教科を、設けたのは実は森有則という人物なんですよ。はい、そして次、はい、福沢諭吉、先ほど出てきた福沢諭吉、慶應義塾大学の創設者に加えて、あと西天音という人物ですね。この人物は江戸幕府の学問所の教授であり、明治になってからは東京大学の教授にもなりました。さらに哲学という言葉を作った人物でもあるんですね。じゃあ次、5番、生活面の変化。江戸時代とそして明治の最初の頃までは太陰暦ですね、旧暦だったんですけども、もう、世界では太陽暦、今で、ね、当たり前に使われているカレンダーなんですけども、太陽暦がもう主流だったということから、もう、明治政府もですね、もう日本も太陽暦にしましょうということになったわけなんです。そして次、ガス灯、鉄道馬車、人力車、はい、西洋にあったものなんですけども、まあ、特にガス灯と鉄道馬車っていうものは、特に東京、横浜、大阪あたりにですね、の中心街に作られました。そして次、洋服、ざん切り頭。まだまだ、そうですね、国民の大半は洋服じゃなくて和服だったんですけれども、一部、お偉いさんとかですね、そういう大金持ちさん、お偉いさんたちは洋服を着るようにも一部なるようになりました。そして次、がん切り頭ですが、男性は、ちょんまげだったんですけれども、こればっかりはですね、ほとんどの男性が、バッサリちょんまげを落として、普通の、ね、今、普通の今、男性のヘアスタイルになったというふうに思ってください。はい、これが当時の、東京、横浜かな、の中心街ですけれども、ガス灯、ね、鉄道馬車、人力車が描かれていますね。はい、まあ、特にこの残切り頭というのはですね、はい、このように、はい、残切り頭を叩いてみれば、文明開化の音がするというね、言葉が生まれたぐらい、この文明開化のシンボルでもあったんですね。まあ、男性のほとんどはもう、残切り頭になったということなんです。これで明治維新と富国強兵の2項目を終わります。しっかり勉強してください。